こ？あ、いた。兄弟。お前が組を。お前が組を見て、呼んでくれた。クゼの野郎がそれを許すとは限らない。そうだな。何が起きてもおかしくない。覚悟を決めておくんだ。戻れない感じか。大丈夫だ。行こう。大丈夫だ。行こう。わかった。乗れよ。いや、頼りになるな。頼りになるほど錦山だ。信用しちゃうわ。この錦山だったら、ヒルちゃんもあと任すわってなっちゃうわ。ん？ノーハンドで運転しない？何これ？ひまわりだ。なんでだよ、おやつ。俺らの道は俺らが自分で決める。今まで育ててもらった恩とは別の話だ。今さら善人ぶんなよ。あんたもヤクザなんだろ。だったら俺らがヤクザになるのを止める資格なんてねえじゃねえか。キリュウ、なりたかったのか。もう中学生ぐらいでしょこれ。高校生か。俺たちはずっとあんたの背中を見て育ったんだ。いい車乗って、肩で風切って、周りの人間に頭下げられて、そういう人間になって。キリちゃん、汗えな。俺たちがそう思っちゃいけねえのかよ。キリちゃん割と浅いな。施設上がりの人間は夢を見ることも許されねえってのか。すごいなんか、まあ、浅い理由だったな。今お前何考えてた？何も、ぼーっとしてただけだ。か？走馬灯じゃねえのか今。ほらよ、いつだったか、おやっさんに殴られていた時のことを思い出した。あ、一緒のとこじゃんそれ。俺たちがこの道に入る前の晩だったよな、確か。もう仲良すぎだろう。てっきりお前も同じこと思い出してるもんだと思ってたよ。やっぱりおめえにはかなわねえな、兄弟。仲良すぎだろう。どうしまったんだこの後。本当に堂島組すごいな、セキュリティが。見慣れたはずの事務所が今日はやけに不気味に見えるな。これ下っ端か。お疲れ様っす。親父は？堂島組長は事務所にいるか？ええ、いらしてます。ここで降りんのは俺一人だ。え？組長に伝えてくれ、桐生一馬が杯を返しに来たってな。桐生さん、え、本気っすか？ああ。すまなかったな、錦。お前はもう行ってくれ。巻き込むわけにいかないからな。本当にやるんだな、桐生。組長に話をつける。死ぬと決まったわけじゃねえ。せいぜい器用にやってみるさ。お前にそんな真似ができるのかよ、バカ野郎が。不器用だからな。またな、兄弟。またな、あるかな。あるわな。そろそろ
組長いねえじゃん。組長じゃなくね。組を抜けてってことでいいんだな、キン。はい、組長に破門のお願いに上がりました。お取り次ぎ願います、クゼの兄貴。ああ残念だったな、土曜の8時。あのドリフか。親父のお気に入りのテレビの時間なんでな。ドリフだろ。話だったらこの時代代わりに俺が聞いてやる。てめえ縁故も詰めてねえじゃねえか。手ぶらで組抜けの挨拶とはな、てめえ極度舐めてんのか。ああ、あんたと話に来たわけじゃねえ。組長はどこにいるんだ今。現場で組仕切ってんのはこの俺だ。口の聞き方には気をつけろよ。あ、あれ、あのなんか角みたいな置物、統合クレジットにもなかった。縁故は詰めねえわ。繋がったか。金も持ってこねえ。繋がったかなんか物語。これ見抜いちゃったぞ。くださいってか。あったよな、あの角みたいなやつ。ほらテレビの横にあるやつ。繋がったな。学生気分で敷居またげろど。極道の世界甘くねえぞこら。よ、考え直せ、キー。今なら全部水に流してる。本当か？風間の頭から、彼の一粒の情報を聞き出せ。もうそれしかお前に生きる道はねえんだからよ。組長に会わせてもらえませんか？キリちゃん頑固だからな。ほら破門してもらいに来たんす。答えはノーってことか。そうかい。じゃあもういいわ。てめえは使い物にならねえってことだな。あれだな、はめる方を錦だったらもしかしたらワンチャンあったかもしれないのに。お前には俺のそばについてのし上がるチャンスがあった。そいつを蹴らなきゃ死なずに済んだのによ。あ、米田。はい。消し方考えろ。地味ですけど、山の中で生き埋めが一番かと。生き埋め？薬品でドロドロにして流すってのもありですが。ああ、死体は残せよ。後々こいつの死体が見つかった方がいいんだ。道島組は身内のしつけには厳しいって方が本家での評判も上がるって思うよ。うん、結構色悪いなこいつ。あんた、ああ、組を勝手に殺すのか。組長に無断で寝ぼけてんのか。もう親父なんて関係ねえよ。てめえは組抜けたんだろう。抜けてないよ。抜けさせてくれんの確定。確かにそうだ。その言葉待ってたぞ。作詞か。何、作詞か。キルちゃん頭いいが。てめえ兄貴分に向かって何しよう。いやもう関係ないんで。兄貴分だと
俺はもうこの組の人間じゃねえ。あんたさっきそう言ったはずだ。かかってくんのはあんたらの勝手だが、こっちも遠慮なく手出させてもらう。いや、安心感強えなぁ。いけそうな気がするわ。こいつは俺がやらせてもらいます。飛んだんだぞお前、パンチで勝てると思ってる。好きにしろよ。一回引いたらこいつ。あんたにはまだ話がある。逃げるか一回みたいな。俺にはねえ。どうせお前はここで死ぬんだ。普通はな、俺もそう思うわ。もし生きて俺のとこまで来られたら話ぐらい聞いてやる。キリュウなんよ。なら首洗って待ってろ。この人数よ。覚悟はいいな。オイル悪くない？いつでもいいぜ。来い！凄みがまだ22とかじゃないのこれ。すごいよ、もう貫禄が。なんです、なんか後ろの方でキック、ジャックキックしてたけど、ジャックキックなんだけど当たってないキック。ヨネダの体力そんな多くないよな。あ、でもやっぱ硬いか、このやつに比べると。所持金がどんどん増える。やばっ。ああ、机に足取られたというか机にはまった。これ刀持てない？無理。お、倒した。よかった。あとはザコだけ。あいつもザコだったけどな。それ何？釘？うわ、ヤクザよりヤクザ。もう所持金がやばいんだが、500万いくぞ。完全盗んでんじゃんこの事務所から。ケルちゃんやってんな。ケルちゃんや取ってるな。これ500万盗んだ。すごいんやが。高級腕時計とか盗んでんだろうな。引っ越し業者よりもうまいかもしんない。ジジネタね、これジジネタね。ちょっと待って、使おうぜこれ。灰皿、灰皿、単純なあれ、灰皿の使い方。500万。ちょやばいやばい、使っとかないと。なんだ？バット、あ、使えなかった。普通にいっちゃったな。タフルスタミナじゃねえのか。どこ行くんだ。あっ、プラ、お前まだ生きてたのか。それさっき俺その使い方したよ。ヨネダめっちゃくれんじゃん。ヨネダ、めっちゃ金落とすじゃん。これか。もう寝てろな。お前のあれじゃない、しのぎみたいなあれじゃないの、その金。扉開けんのにヨネダを使います。どうしよう、この目さ、この目さしとかね。マジか。待ってな。いいか、この目。
釘。おお、これ系ね。早い。苦手こいつ。あ、これ横にこうスライドした方が勝て。あ、楽。こういう出し方もできるのね。まさかドン。タフネス、これスタフネス飛んだな。これ拾い忘れた、なんか拾い忘れた、タフネス。おお、くそ、俺の拾い忘れた、タフネスを飲んでんな。不利か、階段は。階段は若干不利。うわ、こいつ使っとかない。ついでに行ったの夢だ。どこの扉来たのこれ。どうせ来るんだろ、米田来るんだろ、分かってるぞ。お前いい加減にしろよ。金くれるからいいけどさ、いい加減にしろ。聞いとるか。あ、落ちてる。これだろお前、飲んでんだろこれ。お前から出てきたぞこれ今、アイテム。金すごい額なんだけど。こいつから絶対出てきたよな。ちょ、釘、よしよしよし、これ使いたい。拾っとこう、こいつ使わせないよ、スタミナ。来るんだろ。あ、もう来ないか。もうさすがにもう来ないか。そう、極通で使ってたのチャージ攻撃できないのか。あれが俺の決め手だったんだよな。チャージ攻撃なかったら俺もしかしてやばいかもしれない。あとノコギリ、もう100、1000万いくんだけど。1000万、こっちか。そう、向こう側から塞がれてるな。ん、待つか。他に行く身じゃなそうだ。あの扉に飛び移ってみるか。飛び移る、飛ぶって。嘘だろ、キリカズマ洗ってるわ、そりゃ。なんだなんだちゃんと手洗ってて、ちゃんと手洗ってるわ。よかった。お前ら手洗ってないだろ、殴ってくんなよ。気にするかな俺そういうの。一番気にするぞマジで。ノーダメージ、ここある意味ノーダメージでいかないとまずい。あ、キックなの。キックもやだな。うわうわ、もう不衛生。はい、もう嫌。はい、お前ら嫌い、不衛生すぎる。手洗え、待ってやるから全然。何やぞ、乾かし方おかしいやろそいつ今の。なんだそのブラ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 して乾かしてんのか。はい、コンボ。これでビビんないかあいつ。おお、トイレで踏まれるの嫌だな。お前マジ、ついに来たか、ついに出してきたなこいつ。本性出したな。便器使ってなんかできない。チャージないか。うまずい、気をつけろ。いやいや、もう絶対危ない危ない。ここはもうね、使っておいた方がいい。
危なかったな。便器使って汚ねえ便器入ったな。ラッシュで日を折らせて、よしよしよし、来た来た来た。あー、くそ、せっかくのあれだったのに。いや、でもちょっと1に比べるとラッシュも使いやすいか。強すぎだろ。あー、もう来んな、もう汚いからお前危ない、キリちゃん危ない。お前ぞ来んなよマジ。あれはもう一生トラウマ、便器のあれはトラウマ。もう抜けるだろあいつも、極道これで。まだか。タミナ、あ、ぽいな、ラスト、ラストっぽい。体力無限かきりじゃん、ちょっと走っただけで疲れんのに。派手な短歌切るだけあってなかなかやるだろ。お前敵間違えたよな完全に。なんだそれ、海軍大佐みたいな、海軍大将みたいな感じで。いい、俺がまだボクシングやってた頃におめえと会ってたらプロモーターになりたいぐらいだ。クゼ、口が聞けなくなる前に吐け。空の一粒の真犯人は誰なんだ、どこに隠してる。ガキが調子に乗りやがって。なんだこれ、閻魔大王みたいな。下にいた役立たずどものせいで勘違いさせてまったらしいが、堂島を甘く見るなよキリ。ボクサーか。お前は元、もうこの手で直接やらねえと気が済まねえ。いつまで脳がきたるてんだ。何喋ってんだ。さっさとかかってこい。ああ、かかってこねえならこっちから行くぜ。一応元ボクサーでしょ、結構まずいんじゃないの。めっちゃやる気満々じゃない。あ、ちょごめん掴んじゃった。でもなんかちっちゃく見えんな、キルちゃんに比べると。畳だから、ああ叩きつけるのかと思った。畳だからあんま痛くねえんじゃねえと思ったけど、キックボクシングか。いっか、チンピララッシュ、いっか火を出せようぜラッシュ。意外とありか。よし、意外と横にしないといけない。横に避けれなかった。来た。でもなんかタイミング悪すぎてあんまりこう生かしきれてない気がするんだよな、その気絶的な。すげえ、たまたま押したボタンが正解だった。あ、危なかった連打したから普通に。くせえ、そんなもんかお前。ちょっと一回距離取って、パターン見つけた。はい、あ、まず
頭から来るぞ。まずまず。入ったよ。大丈夫。ロッシュ、ロッシュいいぞ。一回ちょっと、まあ、一回ね。一回ちょっと回復して。ロッシュ使えるか。ガード、あ、ガードも使わないとな。読んだ。完全に読んだ。敵のこう心理状態を完全に把握して背後取って取って、 AI といえどコンピューターといえどやっぱ心あるからね、そういう心情的な心理的なものが。完全に読んだ。はい、読んだ読んだ。お前が殴ってきやすいみたいな、そういうタイミング。この開発者のこの開発者のあれ読んでるから。はい、読んだ。はい、パターン。来るなーっていうのは。いいぞ。あ、ラッシュ使える。あ、まずい。読まれたか。ついに読まれた。終わったんちゃう。対策、対策まだか。いや、ここでここでおごりは絶対ダメ。ここはもうちゃんと回復して、まあ、でもこっから食らわないけどね。まずいまずい。正解か、使っといて。はい、おごりが、自分のおごりが出てる、完全に。あとちょっとで勝てるみたいな。その挑発でダメだったな。リキ、兄弟、手貸せ、このがしばしば。おい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 、威勢が良かったのに仲間頼んのか。これ多分組長的な。え、戦国？どうしま、ドリフ見てちゃったんじゃないの。どうしま、あいつかと思った。近江連合のあいつかと思った。タイマン張ってたんじゃねえのか、クズ。堂島の若頭補佐ともあろうもんが、みっともねえ恥さらしやがる。風間の器にはほど遠いな。ああ、見限られたか。でも親父、その頭が拾ってきたガキがこいつです。キリュウカズマです。ありがとう、紹介ありがとう。お前、取り立てで相手ぶっ殺しちまったそうだな。いや、違うんで、それバカな真似しやがって。そのことで組長にお願いに上がりました。俺は誓って殺しはやってません。誓って殺しはやってません。本当です。ですが、疑いが様々なところで組に迷惑をかけられません。だから俺を破門にしてください。虫がいいこと言ってんじゃねえぞ、バカ野郎。親父、こいつは俺がきっちりけじめつけます。これ以上親父に迷惑かけませんから。お前、
片毛に手かけんのか。お飛竜はお前の裁量で組抜けさせたんじゃなかったのか。筒抜けじゃん。そんなこと、いや俺はしてません。親父に向かって嘘はよくねえな兄弟。あわの俺もはっきり聞きました。どこで聞いてたの。キリュウはもう組を抜けた人間だ。それを殺すのに親父の許しはいらない。どこで聞いてたの。そう言ってましたよね、クゼの兄貴。てめえら強いもんにつくな、やっぱりみんな。これ以上無様さらす気か。え、それってこのまな板は、え、そっち？マジ？さあ兄弟、クゼ剣の会の人間なら作法は知っていますよね。兄貴の好きなけじめです。男見せてください。めっちゃ追い詰められてんじゃん。あの一般人なんでこっち見られても。マジで？よーく見とけよ。いや、やんの？みんな見てるけど。冷静すぎだろみんな。いや、こっち見られても。なんか一気にあいつ追い詰められたな。